よく発酵させた、サワードをサワードまたは、サワー種は、小麦やライ麦の粉と水を混ぜて作る生地に、乳酸菌と酵母を主体に、複数の微生物を共培養させた伝統的なパン種。パン酵母を純粋培養したものと同様に、パンの膨張剤に用いる。乳酸菌が発酵の過程で生産する乳酸により、サワードを使ったパンは特有の強い酸味と風味を持つ。 サワードをそのものを作るには、小麦粉やライ麦粉を水と混ぜ、室温でしばらく放置すればよい。穀物のデンプンと水が接触すると、穀物自体に含まれる酵素のアミラーゼによって、デンプンが加水分解され、マルトースをはじめとする糖類が生じる。穀物表面や空気中に存在している乳酸菌はマルトースを代謝して、グルコースやフルクトースなどを生産し、さらに、 これらを栄養源として酵母が成長する。新鮮な穀物粉と水を定期的に補給し、温度などの環境を適切に放置すれば、数日で乳酸菌と酵母が安定に共生したサワードが出来上がる。安定したサワードには、出芽酵母、サッカロミセスセラビシと乳酸菌、ラクトボシラスサンフラソンシスが主に生育しており、個体数では乳酸菌が 酵母の100倍から1000倍ほど多く存在する。これは、乳酸菌がデンプン由来のマルトースを直接栄養源とできるものの、酵母はマルトースを利用できず、乳酸菌の代謝産物であるグルコースなどに依存しているためである。この強制系は、菌類の生産する酸や、抗菌性物質の影響で他の雑菌が繁殖しにくくなっており、粉と水を補給すれば、 いつまでも培養し続けることができる。サワードに含まれる酵母と乳酸菌の種類や比率は、その土地の気温や湿度、標高などの環境によって変化する。このため、同じサワードを使っても出来上がるパンの風味は土地によって変化する。また、伝統的な製パン所では何年も同じサワードを培養し続けて、使うため、その過程で店ごとに、 人類の種類や素性に差が生じている。結果として出来上がるパンは店ごとに個性的な風味を持つ。安定したサワードを作るコツは幾通りか知られている。生白粉よりもミネラルを多く含む全粒粉は発酵を促進し、塩素殺菌された水は発酵を阻害すると言われる。爆貝はマルターゼを多く含むので添加するとデンプンの分解が進み乳酸菌が生育しやすくなる。 酵母のエネルギー源であるグルコースを添加すると酵母がよく成長する。穀物の表面には通常たくさんの菌類が付着しているが、生白、加工したものでは十分でないこともあるため、発酵が進まない場合は、どうの粒などを加えることもある。実際には安定したサワードを作成、維持するには時間と技術が必要なため、毎日使用する製パン業者以外は、 食料品店などから入手するのが一般的である。サワードを使って焼いた黒パン。目が詰まってずっしりとしているサワードを使ってパンを焼くには、まずスターター、またはマザースポンジと呼ばれる発酵したサワードを準備する。スターターに4から5倍の量の粉を加え、水とともによくこねてパン生地とする。この生地の一部を取り分けて室温で保存しておくと、 自然に発酵が進んで次にパンを焼く時に再び、スターターとして使うことができる。よくこねた生地を室温で数時間から1日寝かせると、穀物粉に含まれるデンプンやタンパク質が、乳酸菌と酵母の作用によって、各種の糖分やアミノ酸、乳酸や酢酸,酸、エタノールなどに転換され、パンに独特の酸味と風味が生じる。また、 発酵の過程で放出される二酸化炭素によってパンが膨らむ。ただし、乳酸の影響で酵母があまり二酸化炭素を発生させないことや、パン生地のグルテンが酸や微生物の作るタンパク質分解酵素によって弱められ、粘りが低くなって発生した二酸化炭素が抜け出てしまうことなどの理由により、一般的にサワードを使ったパン生地はインストを使ったものに比べて膨らみにくい。 このため焼き上がったパンは密度が高くずっしりとした食感となる。サワードをブレッド北たヨーロッパで一般的なライム2個だけから作るライ、麦パンは普通サワードーを使って膨らませる。ライムはクルテンを十分に含んでいないためイーストは膨張剤として役に立たない。一方、サワードーはパン生地を酸性にするため澱粉が 部分的にゲル化し発生する二酸化炭素を泡として取り込んで膨らむ。南ヨーロッパにおいてもフランスパンやパネットネにはもともとサワードが用いられてきた。しかし徐々に成長の早いイーストが代わりに使われるようになってきている。アメリカ合衆国ではサワードーブレッドはサンフランシスコ名物として広く知られている。1849年に始まった ゴールドラッシュ中のカリフォルニア州北部では、主にサワードーブレッドが食べられていた。この時代の名残として、サワードーは、金郊掘りのニックネームとなり、現在のサンフランシスコフォーティナイナーズのマスコット、サワードーサムに引き継がれている。150年以上が経過した今日でも、サワードー文化は、サンフランシスコに定着している。サンフランシスコのサワードーブレッドは、 鋭い酸味があることで知られており、シーフードやスープと相性が良く、クラムチャウダーやチリコンカーンと共によく食べられる。また、サワードを中に生育する代表的な乳酸菌種、ラクトボシラスサンフラソンシスの学名は、サンフランシスコに由来している。ありがとうございます。